ダリア・グリバウス・カイテは、リトアニアの政治家。同国大統領、外務副大臣、財務大臣、欧州委員会文化、教育担当委員、欧州委員会財政計画、予算担当委員を務めた。リトアニア初の女性の国家元首で、しばしば、鉄の女と称される。リトアニア語のほか英語、ロシア語、ポーランド語、フランス語に堪能。グリバウス・カイテは、 1956年3月1日、ビリニュースの労働者の家庭に生まれる。母は販売員のビタリア・コルサ・カイテ、父は電気技師で運転手のポリカルパス・グリバウスカス。グリバウス・カイテは、サロメやネリス高校に通っていたが、本人によれば特によくできる生徒ではなく、成績もほとんどが5段階中4であったと語っている。最も好きな教科は、歴史、地理。 物理であった。11歳の頃スポーツを始め、バスケットボールの選手となる。19歳の時に、リトアニア国立音楽協会で1年間働き、その後ジダーノフ記念レニングラード国立大学の学生となり、政治経済学を学んだ。また同時に、地元の工場で働き始めている。1983年、グリバウスカイテは、大学を卒業。 ビリニュースに戻りリトアニア科学アカデミーの秘書となる。しかし彼女はその後ビリニュースの高校へ移りそこで政治経済学や国際金融を教える。1988年モスクワのソビエト連邦共産党中央委員会社会科学アカデミーに博士論文を提出した。1990年リトアニアがソ連からの独立回復を宣言した直後彼女は アメリカワシントン DC のジョージタウン大学に移り、国際関係学部の上級幹部向けのプログラムで研究を続けた。1991年から1993年まで、リトアニア共和国国際経済関係省の欧州局長を務めた。1993年には外務省の経済関係局で働き、欧州連合自由貿易協定への加入を担当した。 1994年 EU 加盟交渉特命全権行使に任命される。1996年グリバウス会手は中米リトアニア大使館特命全権行使に任命され、1999年まで行使を務めた。1999年財務副大臣に任命され、世界銀行や国際通貨基金との交渉を率いた。2000年には、 外務副大臣となり、2001年、アルギルダス・ブラザウスカス内閣で、財務大臣となった。2004年5月1日に、リトアニアが EU に加盟すると、同日、グリバウス会底欧州委員会委員となった。グリバウス会底は2004年5月1日から同年11月11日まで、プローディ委員会の中で、欧州委員会文化、教育担当委員を務め、その後、 同年11月22日からはバローゾ委員会の中で財政計画予算担当委員を務めた。2005年11月エコノミストグループが発行する週刊誌ヨーロピアンボイスが行った今年のヨーロッパ人で今年の委員に選ばれた。ノミネートされた理由として EU の資質を研究や開発といった競争力を高める分野に移す。 彼女のたゆまない尽力が挙げられている。これに対し彼女は、私はコンテストに出るような人間ではないので、今回のことは、いい意味でとても驚きです。この受賞は私、個人に贈られたものではなく、新しく新鮮な視点を EU に届けた新規、EU 加盟国すべてに贈られたものだと思っています。また、 言いにくい事実を話し、政治的終始の本当の対価を指摘する勇気に送られた賞であると思っています。つまり、我々はまだ待たねばならないのです。2007年から2013年までの予算の合意は、ヨーロッパが必要としているところであり、それが最も重要であるということです。とコメントしている。財政計画、予算担当委員として、彼女は、 EU の予算を21世紀の予算ではないとして強く非難している。EU 予算の大半は農業分野に支出されていたが、グリバウス会イが提示した2008年度予算では、史上初めて発展、雇用分野が予算の中で農業、自然資源分野を上回って最も多くを占めた。彼女は、 財政危機への対応不足を理由にしばしばキルキラス、首相が率いるリトアニア政府を非難している。リトアニア陸軍司令官、アルビーダス・ポツユスを任命するダリア・グリバウス・会イ2009年7月12日、グリバウス・会イは、大統領に就任。就任にあたって、彼女は給料を半分しか受け取らないことを明らかに、している。大統領として、最初に訪れた国は、 スウェーデンとラトビアであった。大統領としては人気も高く、大統領選挙では第1回投票から過半数を獲得した。また、2009年10月にリエトボス・リリタスガミが行った調査によると、国民の89.6%が彼女を支持しており、反対はわずか2.2%にとどまっている。在任中の2013年には、 カール大帝賞を受賞している。2014年リトアニア大統領選挙で再選2019年7月12日に退任。ありがとうございます。